こちらは川で捕まえてきたアメリカザリガニの赤ちゃんたち。今回はこちらを我が家のジジベンロック長首ガメに与えたいと思います。喉に詰まらせないように少し大きめのザリガニはハサミを取ってあります。ジジベンロック長首ガメはインドネシア、オーストラリア、パプアニューギニアなどに生息するガメで、甲羅の大きさだけで30センチ程度、さらに首が30センチ程度にまで成長します。名前の通り首が長すぎて引っ込めることができないので、首を横に折りたたんで防御体勢をとります。ほぼ完全水性のカメであり、陸に上がることはほとんどありません。ジーベンロック長首ガメの動画を出すと、陸地を作らなくていいんですかというコメントが多く寄せられるんですけど、陸地を作ることにより下手に怪我をさせたりしないようにだとか、メンテナンスなどを考慮し、あえて陸地を作っていません。この飼育方法は5年間ジーベンロック長首ガメを飼育している友人にアドバイスをもらって実行したものでして、私ワニ自身もジーベンロック長首ガメを飼育し始めて約1年半健康に育ってます。水族館でも同様の環境で飼育されているところもあり、 YouTube でも検索をかければ同様の飼育方法を行っている動画が出てきますので、ご安心ください。それではそろそろザリガニを与えていきましょう。
お腹いっぱいになったようです。いやー、いい食べっぷりでしたね。これからもたくさん食べてすくすく成長してほしいですね。最終的には120センチ水槽とかが必要になってくるかな。皆さんも我が家のジーベンロック長首ガメの成長を見守ってください。というところで今日の動画は終わりです。また次の動画でお会いしましょう。ジーベンロック長首ガメは、まあ、首が長いってのも面白くて魅力的なんですけど、この独特な顔つきがねまた魅力的なんですよね。ジーベンロック長首ガメの赤ちゃん時代の動画なんかも出してますんで、よかったら見てみてください。